おにんにくとこの焼いた香ばしいお肉の匂い、本当にいい香りです。これをね、お伝えできないのがとっても悔しいです。こんばんは、菅井千恵です。今日はですね、ホテル日光金沢ザ・ガーデンハウスに来ています。こちらではですね、今金沢マルシェオータムフェスティバルが開催されています。メインはこちら、ブラジリアンバーベキュー。ただブラジルって聞くとね、ちょっと陽気なイメージありますよね。で、このシュラスコをはじめたくさんのお肉料理こうずらーりと並んでいます。ここからは上野さんにお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。これ、このオータムフェスティバルではどんなものがあるんでしょうか。はい、ブラジリアンバーベキュー、シュラスコ、シュラスコをご用意しております、はい。お肉が、牛肉、豚肉、はい、ソーセージ、パイナップル、焼き野菜をご準備しております。いろいろありますね。この、ね、香りちょっと食欲そそられますよね、はい。さあ、そしてこちら側にもずらりと、ね、たくさんのお料理並んでますけど、はい、これ何種類ぐらいあるんでしょうか。はい、スイーツを含めまして約50種類ご準備しております、はい。そんなにあるんですね。はい、それなんと全て食べ放題なんですよね。はい、そうです。いや、とても嬉しいですよね。中でもおすすめのものちょっとご紹介していただいてもよろしいですか。はい、こちらが加賀れんこんと能登産卵を使いましたロワイヤル、はいはい。石川県産の甘エビビスクがアクセントになった洋風の茶碗蒸しでございます。洋風の茶碗蒸しってとても珍しいですし、加賀野菜と、そして今月解禁になったね、はい、底引き網漁で取れた甘エビということでね、はい、旨味がギュッと詰まってます。味わってみたいです。さあ、もっと進んでいきますと、はい、お子様向けのお料理もあるんですよね。はい、はい、そうですね、お子様にも楽しんでいただけるよう、うん、メニューたくさんご用意しております。いや、これはありがたいですね。さあ、気になるものを見つけましたよ、うん。はい、こちらは、お清水さんのイチジクを使いまして、はいはい、生ハム、秋ナスを使いましたサラダ仕立てになっております。女性の方や、はい、こちらもお子様も食べていただいております。意外の組み合わせですね。はい、そしてこう地元産のものを使っているということで、こうなんか生産者の顔が思い浮かぶ、もうね、ここもね、はい、なんか心がほっこりしますよね。うん、そうですね。さあ、お食事紹介しましたけど、気になるのはスイーツですよね。はい、見てください、このカラフルなスイーツ。こちらもバリエーション豊富ですね。わー、どれも美味しそうですね。すごい。はい、こちらパティシエの平野でございます。はい、よろしくお願いします。平野さん、これどういったものをこちらに並んでるんでしょうか。季節の食材を使ってご用意させていただいております。はあ、いや、確かによく見てみますと、モンブランやさつまいもなど、うん、秋の味覚が、ね、たくさん並んでいますね。みんなおすすめのショコラショートもぜひお召し上がりください。こちらですね、ショコラショート、後で、ね、いただきたいと思います。ありがとうございます。いや、本当に旬のもの、あと地物のもの、はい、たくさんあって、もう今ね、食欲の秋ですから、うん、もう全部食べたくなりますね。いつも欲張っちゃうんですよね、バイキングって。そしてこちらも、はい、こちらが、番組特製の、パエリアでございます。パエリア、今日この放送が終了した後に、提供開始となります。あ、そうなんですね、この後っていうことなんですね、はい。ではここで今日のふむふむポイントです。こちらです、はい。ふむふむ特製、驚きのパエリアとは。特製、ふむふむ特製、はい、どういうことだろう。あ、じゃあお願いしてもいいですか。はい、あ、ちょっと待ってください。だから今伏せてるんですね、はい。この中身は CM の後ですよ。お待ちください。大事に大事に、お二人で押さえて。